日本三名園の一つに数えられる茨城県水戸市の偕楽園です。ここ茨城選挙区は自民民主の二大政党が議席を分け合ってきた指定席争いに第三勢力も加わり混戦模様になっています。茨城選挙区では2議席をめぐり現職1人新人5人の合わせて6人が立候補しました。民主党からは現職で財務副大臣を歴任した藤田幸久氏が立候補。藤田氏は副大臣としての実績をもとに再選を目指します。財布の中が豊かになりそしてそれによって安心してこの医療や介護や福祉といった国が担うべき問題について国がしっかり担うような政治をこれから進めてまいりたいと思っています。自民党は引退した現職の後任として前茨城県副知事の上月良介氏を擁立。上月氏は副知事時代に震災復興にも携わった経験を持ちます。皆さんと一緒になってそしてその先頭に一枚加わらせていただいてぜひとも皆さんのために地域で生きる皆様方の目線でぜひとも頑張らせていただきたいと思います。日本維新の会との選挙協力を解消したみんなの党はワイン醸造家の石原淳子氏を擁立。石原氏は反原発と農業政策を軸に有権者に支持を訴えます。原発はどんなことがあってもストップです。脱原発皆さんぜひ私と一緒に脱原発を訴えていきましょう。一方の日本維新の会からは去年消費税増税法案に反対して民主党を離党した石井章氏が立候補。官僚主導からの脱却を強く主張します。厚い壁官僚という壁をどうしても打ち壊して既得権益から主権を国民に戻す官僚主権から国民主権に戻す。都議選で大きく議席を増やした共産党からは小林京子氏が出馬。アベノミクスや消費税増税を厳しく批判し安倍政権との対決姿勢を強調します。消費税増税廃案に追い込もうではありませんか。そして社会保障を充実させる人間らしい暮らしをできるようにするそれが私のモットーです。このほか諸派の新人中村幸喜氏が立候補しています。最後まで粘り強く有権者の支持を集めることができるのはどの候補者なのか。茨城選挙区の混戦の行方に注目です。